Kia ora. Hey James, how's it going?、この動画はね、Eleven Colors っていう YouTuber に対しての、ビデオレスポ、動画レスポンスで、もうなんか、最近流行ってるのはね、早口言葉のみんな何がしてんのかって、基本にその日本に住んでる外国人が言ってるんだけど、でもぜひ、これ、この動画見てる、まあ、どうか、まだ今まで作ってなくても、もう顔別になんか恥ずかしかったらもう見せなくていいけど声だけでも分かるようになんかぜひなんかいいのあったら教えてください。早口言葉みんないろいろなんかこの中ではやっぱりまだ王子は多分そのエレメンカルさん自体でいやあれは借りてるのは俺はわけわかんなくてもそれも触れない。ただまあまあ俺は知ってる早口言葉あまりよく知らないんだけど俺知ってるのはね一番最初教えてもらったのは早口言葉っていうか、ただ子供の、バカアホ え?もう一回。バカアホマヌケオタンコナスカバチャヘビミソミソパあんた嫌い。それよくわかんないけど、なんか一気に悪口になんか言いたかったらと。で、もう一個なんか、確かにこれは、のぞき見だよ。オーストラリア人の人は、ちょっと奥さんに教えてもらったのは、隣の客はよく書き食う客だって。もう一回。隣の客はよく書き食う客だ。これは、確かに言葉の意味考えていたら、まあ、そんなに難しくないんだけどね。でも、これは、まあ、言えるんじゃない。で、Give me a Breakman もなんか出して、Give me a Breakman はね、なんだっけ、生麦、生ごま、生卵。生麦、生ごま、生卵だっけ頭から言ってるんだけど、でもあれは、それ一応口調もあるね。で、そうね、まあ日本語それぐらい。あとなんかニュージーランドで、なんかちょっと悪い営業さんに教えてもらった、一つはね、女の子なんか悪いことを言わせるための早口言葉はね、こにゃんこ、まごにゃんこ、ひもごにゃんこ。それ10回言わせると、たまになんか悪いことが出てくる。まあ言ってみ。こにゃんこ、まごにゃんこ、ひもごにゃんこ。こにゃんこ、まごにゃんこ、ひもごにゃんこ。こにゃんこ、まごにゃんこ、ひもごにゃんこ。まだセーフだよね。なんか、ほんと出てきたらもうピーってしなきゃいけないからね、危ない。で、そうだね、なんかニュージーランドってあるのかな。だってニュージーランドってね、あんまり創造性がある。まあ、ニュージーランドは白人はね、創造性はあんまりない。だってノースアイランドとかそのままノースアイランド、サウスアイランド、サウスアイランド。東海岸はね、ウェスト、イーストコースト。西海岸はウェストコースト。一番下の地域はノースランド。一番下の地域はサウスランド。もう全然ね、面白い名前なんで誰も使ってないんだけど、でもまあ、良かったことに、その先住民族、マオリ族、っていうのがニュージーランドにいて、でも、そういうつまんない白人がいっぱい入る前に、もう面白い名前いろんなところつけてて、で、もう知ってるかどうかわかんないんだけど、ニュージーランドは実はね、世界の一番長い場所の名前のある町があって、もう町じゃないんだよね。一応丘。なんだっけ、300メートルぐらい高い。そんな大したことないところなんだけど、北の島の、イースコース、ホークスベイっていうところにあって、で、これは、日本人なら多分ニュージーランドの白人よりいい発音できるはず。なぜかというと、マオリ語と日本語実は似てるところいっぱいあって、共通言葉とかでも、やっぱ同じ太平洋とかで、そのポリネシア族もなんかもともと台湾から出てるらしいんだけどね。でそうやってなんか、例えば貝、食べ物なんか貝殻料理とかって、マオリ語でも貝だしね。発音も母音が同じだから、これは俺カタカナで一応どこだっけ、ここ、サイバー、で書くようにするから、ぜひ日本人でもこれ言ってみてください。世界一番長い場所の名前って、今ちょっと俺も頭からわかんないんで、これ読んでみる。もうこれは大変だよ。はい。世界一番長い、The New Zealand Tongue Twister. I'll tell you, if you can pronounce this, you are not an Australian. See if you can say it. のぞき見だよ。Here it is. トマタファカタンギハンガコウワオテマテアポカイフェノワキタナタフ。Try say that again. That's...One word. To matafaka tangi crap. I screwed that one. One more time. To matafaka tangi hanga kawa o te matamatia pokai finua kitana tahu. What do you reckon? It's one thing actually. Learning Japanese. I'm sorry. I'm speaking in English now. Learning Japanese has probably actually improved my pronunciation of Maori place names. Kiwis have a way of butchering the place names of our own country.So it's actually one thing I appreciate about Japanese, although I hope I said it right. A challenge to YouTubers, can you say the longest place name in the world? I'm going to say it one more time.
トゥマタファカタンギハンガカウアオテタマティアポカイ。You know, I didn't say that right. Halfway through, I get stuck. I'm going to say it one more time. This is the challenge. Damn, I can do this myself. Okay, here it is. トゥマタファカタンギハンガカウアオタマティアポカイフェノアキタナタフ。Got it. Can you say that? What do you reckon? An unscheduled vlog. I hope you enjoyed it.日本人でもね、なんかこの場所の名前が言える人でも言ってみて、で早口言葉なんか教えてください。初の動画でももう喜んで送ってください。まあ書いてもいいし。はい、ピース。